2020明治安田生命 J3 リーグ第24節、ロアッソ熊本対アスルクラロ沼津、熊本市の笑顔健康スタジアムです。ホーム熊本のスターティングメンバーです。 4-1-2-3 を予想しました。ゴールキーパー内山、ディフェンス右から江藤、小笠原、姿、石川、中盤深いところに川原、岡本、上村、右に中原、左に谷口、センターフォワードには J リーグ通算50試合目となる浅川が入っています。対するアスルクラロ沼津のフォーメーションです。こちらは 4-2-3-1 で予想しました。ゴールキーパー長澤、ディフェンス右から尾崎、徳武、藤崎、左に浜、中盤深いところに菅井、そして福井、右に染谷、トップ下鈴木、左に佐藤、ワントップに今村です。投げ込んでくる、中に入る、弾き出す、回る、時間を作りました熊本。縦浅川が走っている、ゴールキーパー長澤が対応します。また前で作った、打っていった、どうだ、マウスの中、思い切って狙っていきました谷口海斗。ここに岡本、狭いところパスをつないでいく熊本、シュートに行った、ボレーシュート、しかしこの谷口よく詰めています。無回転のボール、中原こぼれたところに9番谷口、およそ30メートルか、巻いてくる、ゴール前こぼれる、打っていったボールはポストの左でした。高い位置での熊本のスローイン、狭いところかき出す、シュートに行った、それは軽くねえよお前、狭い狭いところでした、よく長澤が防ぎました。攻撃のスイッチ分かりやすく入れるか熊本、防げるか沼津、グラウンダー一人通しておいて浅川が詰める、いいアイディアでした、ワンタッチで岡本、浅川、これは長澤がよく防ぎました。熊本石川が粘る、ヒールで当てておいてつなぐ、中に転がす、シュートにいった、ガツンという音が響きました。まだ熊本、中こぼれる、ボールが点々とする、作り直す熊本、クロスが入ってくる、合わせた、熊本にゴール、エース谷口、背番号9谷口海斗、待っていた待っていたエースの一発。ショートコーナー、角度をつけておいて、ボールが中、ボックスの中浮いている、まだ浮いている、ゴールキーパー内山が掴みました。その後に一つ競り合いがあったでしょうか。中に一人入ってくる、合わない、まだ沼津、折り返す、ゴール前シュート、弾いた、内山系スーパーセーブ、ドンピシャのタイミングでした。沼津栗原、目安の94分になりました。ショートコーナー、長いホイッスル、満月のハロウィンの夜、
ロアッソ熊本単独2位に返り咲きます。1対0ホーム熊本がアスルクラロ沼津を退けました。